私たちが信じて従っている聖書はどんな内容でしょうか。聖書の内容は人間が信じるべきことと行動すべきことの2つに分かれます。福音は人間が信じるべきこと、律法は行動すべきことです。福音は神様が私たちのためにしたことです。律法は神様から私たちへの命令です。聖書全体で福音と律法を見ることができます。旧約聖書の福音は神様の約束を、新約聖書の福音は旧約聖書の約束の成就です。イスラエルのラビたちは律法書に613の律法があると言います。この律法は神様を愛することと隣人を愛することの2つに整理できます。律法は私たちを縛りつける鎖ではなく、神様ご自身の品性を見せるものです。しかし人間は罪人なので律法を完全に守ることができません。そのため希望は人間にはありません。この律法を完全に守ることができる唯一の方は神様だけでした。そして神様は堕落した人間を救うという約束を守るため、一人子をこの世に遣わし律法を完成させました。私たちはイエス様を信じることで律法を守らない罪による死の呪いを避け、永遠の命が与えられます。私たちはこれを福音と呼んでいます。